サッカー指導者。選手時代のポジションはディフェンダー。現役時代は CA、ベレス・サルスフィールドなどでプレーし、アルゼンチン代表にも選出された。1984年からはコロンビアのジュニオール FC とアメリカで狩りでプレーし、1989年、怪我により現役引退した。CA、ベレス・サルスフィールドとボカジュニアーズでは、 カルロスビアンチ監督の下でアシスタントコーチとして働き、2002年に CA ベレスサルスフィエルドの監督に就任した。2004年にはクラブでヒムナシアイエススグリマラプラタの監督に就任し、2005年には選手時代のフルスジュニオール FC の監督に就任したが、首脳人との意見の相違やメディアからの圧力のために、同年後半にジュニオールを離れた。 2007年には、成績不振に苦しむ CA ロサリオセントラルの監督に就任したが、最下位に沈むセントラルは、自動降格の危機に瀕し、わずか14試合を指揮しただけで辞任した。2007年12月、辞任したミゲル・アンヘルルッソ監督の後任として、ボカジュニアーズの監督に就任した。2008年のコパリベルタドーレスは、ベスト4で敗北したが、 9月には、レコパスダメリカーナで優勝し、アッペルトゥーラ2008では、CA3、ロレンソでアルマグロ、CA ティグレとの三つどもえ戦を制して、リーグ優勝を果たした。クラウスウラ2009では、開幕から不振が続き、さらに期待された、コパリベルタドーレスでも、早期敗退に終わったことから、5月27日に、解任が発表され、公認には、 アルフィオ・バシーレ監督が就任した。2009年には、リカルドラ・ボルペ監督の後任として、CF ・アトラス監督に就任した。2011年中盤には、ルジュキトの監督に就任し、2012年5月14日まで監督を務めた。2013年8月、ラシンクラブの監督に就任した。2014年、 エクアドルのバルセロナ SC の監督に就任した。ありがとうございます。